暇だから発色にホラーゲームをプレイさせるコーナー。というわけで、台風のせいでお出かけもできないから簡単なノベルホラーをあなたたちにやってもらいます。いや、なんで私までホラーやりたくないんだけど。発色の怖がりを直すついでにあなたも矯正してやろうかなって、親切心よ。発色はビビると対象がいなくなるまでとにかく暴れまくるわ。部屋でゴキブリを見つけたらタンスやベッドをひっくり返して部屋をめちゃくちゃにしながらゴキブリを探し出して殺そうとする、みたいな。毎回そんな大暴れされたら困るから、ちょっとでも耐性つけてもらいたいのよ。どうせ台風で帰れないんだから付き合いなさい。どうしても怖いところがあったら編集でなんとかしてあげるからその都度言ってちょうだい。本当に？嘘だったら発色ちゃんと一緒に暴れるからね。ところでさ、私たちのこのコスチューム何？ハロウィンにはまだ早いけど。可愛いからいいでしょ。ほら、早速始めるわよ。はい、用意スタート。不安で怖いので変えてください。早速かよ。いいから早く変更してよ。暴れるよ。わかったわよ。別の音楽に差し替えます。ほら、これで怖くないでしょ。BGM の大切さがわかる。じゃあ、早速スタートするわよ。主人公が田舎へ遊びに行ったところからお話は始まるみたいね。田舎に遊びに行ったら恐怖体験ってのも王道よね。発色もオカルト板では田舎の怪異って言われてるしね。釣りって釣れれば楽しいけど、釣れないとつまんないわよね。楽しみ方にもよるよ。川ならたとえ釣れなくてもせせらぎを楽しむだけで癒しになるし。私が小さい時は釣りより網を構えて手前の石を動かしながら隠れてるカジカを取るのが好きだったな。あんた冥界の住人でしょ。冥界にそんな自然スポットあるわけ？今度一緒に行こうよ。やり方教えてあげるからさ。遠慮するわ。太陽光に流水とか吸血鬼には地獄でしかないわよ。さあ、最初の選択肢よ。どうする？帰る。即決かよ。もうちょっと悩みなさいよ。最後に下半身だけ露出したクマさんがいたとか恐怖でしかない。そのクマじゃないことは確かだよ。もうやめよっか。判断が早い。もうちょっと頑張りなさいよ。また BGM 変えてあげるから。いや BGM のチョイスおかしいだろ。BGM のせいで木の中から髪の毛見つけたシーンじゃなくて髪洗ったらごっそり毛が抜けたシーンに見えるわ。要するに子供しか襲わないロリコンに目をつけられたからもう森に入るなってお話ね。いくらなんでも要約しすぎだろ。子供しか狙わない妖怪ってなんだか都市伝説の発色様みたいだね。じゃあ選択肢のとこから再スタートね。次は場所を変えるを選択してみたわ。死んだわあいつ。ていうかエンディング迎えたんだから終わりでいいでしょ。化け物に遭遇しないで終わるのもなって。たかしくんが川に落ちてどんぶらこと湖まで流されたとこまで飛んだわよ。これ夜中？生きてたとしても真夜中の湖に流されるとか怖いよ。レール始まりそうな BGM。3メートル超えってやばいな。発尺でも 2.4 メートルなのに。これ、また選択肢よ。どうする？ポポ。難しく考えなくても自分だったらどうするかって考えて選べばいいわよ。叫び声が独特すぎるだろ。ハルトじゃなくてタカシを呼べ。ホラーゲームで叫ぶ兄さんは嫌いだ。じじー。タカシ、マワイノヨ。母親どこの国の人だよ。っていうかちょっと、文字送り早いわよ。もうちょっとゆっくりしていってね。これ、絶対に母親の偽物だよね。わかんないわよ。目を開けてみたら、絶対に嫌。おじいちゃんが心強い。帰ったらたかし、じいちゃんの肩もんであげてね。たかしわーん。たかしやわー。いや、全く不気味な気配消えてないんだけど。霊力って知ってる人って今いるのかしら。たかしさんの黒髪の髪をくんかしたよ。くんか。あー、間違えた。もふもふしたよ。もふもふ。髪もふもふ。カリもふもふ。キュン。じいちゃんの名前がハルトだったのかよ。ラストだし BGM 戻すわね。ホラーの雰囲気を楽しんでいってね。お嬢様、取り憑かれてますが平気ですか？今日は3人で寝ることにするわ。